それでは A 級優勝の上川直樹選手、ガールズ優勝藤田まりあ選手の登場です。川直樹選手、藤田まりあ選手をステージにお迎えしました。ここからは糸山ひとえさん、よろしくお願いします。はい、ここからは私糸山ひとえが進行を務めさせていただきます。それでは改めてご紹介しましょう。玉川電機杯 A 級優勝上川直樹選手、ガールズ優勝藤田まりあ選手です。皆様今一度大きな拍手をお願いします。それでは両選手のシャンパンファイトに参りましょう。両選手、私のシャンパンファイトですの掛け声で勢いよくお願いいたします。それでは参りましょう。 A 級優勝上川直樹選手、ガールズ優勝藤田まりあ選手によるシャンパンファイトです。おめでとうございます。準備ができ次第お話伺っていきます。それでは優勝を果たしました両選手に喜びの声を伺っていきます。まずは藤田まりあ選手、優勝おめでとうございます。応援ありがとうございました。前受けの止め選手を一気にかましていきました。いいスピードでしたね。そうですね、あとはどこまで持つか勝負だと思ってました。なかなか動かないレースになりましたが、レースの組み立ては予想通りだったんでしょうか。そうですね、スローペースになると思ったんで、いけるところから行こうと思ってました。思い通りのレースになったということですかね。まあ大体そしてトーチでは優勝実績もあるこの平塚ですが、相性抜群ですね。そうですね、今日優勝できたんで相性バッチリだと思います。そして今後のレース、11月はいよいよ競輪祭もあります。競輪祭ではどういう走りを見せていきたいですか。そうですね、もう本当強い方しかいないので頑張りたいと思います。そして競輪祭の前には次走高松も控えています。この勢いを生かしていきたいですね。そうですね、次も優勝できるようにしたいです。それでは最後にお集まりの皆様へメッセージをお願いいたします。夜遅くまで応援ありがとうございます。次も優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして上川直樹選手に喜びの声を伺います。上川選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。念願のシャンパンファイト、いかがでしたか。いやー、なんか最高ですね。本当にこの日のために負け続けてきたんで、あのシャンパンファイト最高でした。お隣の藤田選手からもシャンパンファイトいただきましたが、そのあたりも。あ、そうですね、そのおかげであの目がちょっと見えなくて、あのシャンパンファイトの景色がちょっとあれだったんですけど、あのとても気持ちよかったです。はい、ではレース振り返っていきます。岡田選手と仲のいい同期連携となりましたが、気持ちの入ったレースになったんじゃないですか。いや、本当に岡田君も本当に気持ちが入ってて、もうそれに応えるのがもう精一杯でした。
また強力なメンバーも揃いましたが、岡田選手とはどういう話をされていたんでしょうか。いや、もう本当に岡田君は本当に強いんで、もう優勝できるように走ってくれということで、必死についていくからっていう話をしてました。初日はまくり、2日目は先行、最終日はいいブロックも見せました。内容も濃い3日間になったんじゃないですか。はい、そう言ってもらえて嬉しいです。次走はどちらになりますか。次走は慶応学の方に行きます。これはいい形で乗り込めるんじゃないですか。そうですね、まあ休まずこの流れに乗って練習をひたすらしたいと思います。それでは最後にお集まりいただいた皆様へメッセージをお願いします。やりました、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして表彰式へ移らせていただきます。はじめに平塚市公営事業部長木川大成より優勝トロフィーが贈られます。おめでとうございます。続きまして玉川電機株式会社代表取締役社長平林勝幸様より目録が贈られます。おめでとうございます。平林様、ありがとうございました。それではここからは記念撮影のお時間をいただきます。両選手、前の方によろしくお願いします。それではお二方、素敵なガッツポーズお願いいたします。素敵な笑顔いただいております。ありがとうございました。どうぞ元の位置までお戻りください。それでは両選手のウィーニングランです。皆様大きな拍手でお送りください。以上をもちまして玉川電機杯表彰式を終了いたします。それではピラミッドブースへお返しいたします。はい、糸山ひとえさん、ありがとうございました。上川直樹選手と藤田マリア選手にお話をお伺いいたしました。フレッシュな笑顔を見ることができまして、華やかな表彰式進められることができました。それでは藤田選手、2人のツーショットいただきたいので、その場でお待ちください。さあ、両選手揃いました。ガッツポーズをお願いいたします。ありがとうございます。玉川電機杯 A 級優勝は上川直樹選手、ガールズ優勝は藤田マリア選手でした。おめでとうございます。